ウィーバーサーセスコンね。そうなんですよ。バランスがいい。あ、いいんですか。サーセスコンって最強の武器だ。よろしいでしょうか。はい、はい、どうも、現代忍者タクです。2244長尾先生のペースでございます。はい、アビスウォーカー。はい、ね、ここにサムネ貼ってますけれども、この正体分かりましたよね。はい、稲川先生です。はい、稲川先生が演じてたリボの時に、ね、アビスウォーカーの、はい、リリースでございます。本当に森の中ではね、消えるから、はい、人間の形してないっていうのはいいんだよね。ム、はい、ックみたいでしょ。あ、ムックってあれそこからなのかね。そうそう、人間の形しないじゃん、ムック、うんうん、だからあれも森にいると溶けるからね、ムック。いや、そんな話どうでもいい。いいですね。今あの我々のチャンネルの中で人気カテゴリーでもある稲川先生に、この武器は使えるんですか？シリーズ。そう。このシリーズね。ありますよ。うん、あれだね、エルム街の悪夢の。はい、我々世代の。フレディがね、はい、持ってた指でもつけてキャッチ、鍵爪だね。そうです。うん。いつものデザーム。いつものデザームもいける。はい。はい、自分たちはこういう獲物をこう隠すんですね。はい、消えました。で、隠したところからだと、あ、で、歯ついてなくてよかったなって思ってください。おっ、おっ、これまでしてた。すいません、たくさん下まで、下まで、ちょっと今日何ですか。はい、アマゾンでまた、はい、武器、私、見つけてきました。アマゾンで何でも売ってるんですね。何でも素晴らしいです。はい、あの今日の武器はですね、はい、この12秒間誘う、ちょっと持っていただいていいですか。あー、サーセスコンね。そうなんですよ。いや、大丈夫ですか。使えてねえな、全然。こういった時にちょうどこの肘のね、はい、電気のところに当たったんですね。これカーンって当たっちゃった。僕も実はそのサーセスコンを見つけ、はい、危ない、はい、サーセスコン見つけてね、はいはい、家に届いた時に、はい、こんな長いの、うん、ヌンチャクぐらいの、うん、あの大きさだと思ってた。昔、はい、あの先生にヌンチャク習ったことがあったんだけど、はい、あのヌンチャクでさ、このままパーンってぶん殴った時にさ、はい、帰ってきて自分にパカーンって当たった時あったね。これだからもっと長いからもっと使いづらいんじゃないか。使いづらいよね。なので今日ね、稲川先生にこのサンセツコンの使い方と、うん、この武器解説の方をしていただこうではないかという企画でございます。実はね、はい、稲川先生はやっぱ戦闘術なんで、独特なこのサンセツコンの使い方するんで、ヌンチャクもそうなんですけど、はい、あとこのアマゾンこれが使えるかどうか、はい、あ、いい音するね。ということで稲川先生お呼びしましょう。教えていただきましょう。はい、はい、稲川先生、はい、よろしくお願いいたします。先生、アマゾンのサーセスコンでございます。はい、買ったんですか。買いました。ちなみにこれはおいくらなんですか。1万ぐらいで買えました。バランス、あ、でもバランスがいい。あ、いいんですか。そうですね、やっぱまずはね、バランス確認したいんですよ。やっぱこのナイフの時に皆さんここにサムネ貼ってますけど、やりましたよね、立ちと バランスは。普通はなんかこうちょっとほら、はい、作り悪いと、真ん中持ってもこうなると武器って使えないんで、バランスがすごい。あとはやっぱりこの鎖が2つ、この鎖が短ければ短いほど、たくさんと俺で言うはそのウェーブが効きづらくて、はいはい、長ければ長いほどしなりますね。食った時にだから2つなんで、多分それなりに。あとはここちゃんと嬉しいのは、あの溶接してありますね。あ、本当だ。じゃあどれだけ振っても大丈夫な。大丈夫。いや、これだからちょっと一回ここ溶接してないの、ヌンチャクフルでパーンってやったら、鎖がキキキキキって曲がってカチャーンって外れちゃったんで、で飛ぶわけで、飛んでちゃったんで、これ危ない。チッチドンチでやった時に僕的にこれ長いなと思ったんですけど、はい、先生長さはこんなもんなん。長さはこれなもんです。これ体に密着してこっち振るとこう届かないんで、こう少しこうのの伸ばすこう容量があると、こう使い、すごい、もう使えてる。もう先生使ってます。もう使ってます。あなたちょっと一振りしたらね、あの手ぶつけたからね。はい、なんだよ。ここを持つと、たくさんちょっと持ちやすい。ちょっと持つだけ持ってみてもらっていいですか。この辺だと、どうですか。はいはいはい。先生が言われたみたいに、こう肩甲骨を使うと、邪魔しない。邪魔しない。肩甲骨を使うと、邪魔せず、邪魔せず、触れるという。そう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 。肩甲骨をうまく使うと、車輪のように伸びるという。バランスと戻ってくるのが、こうやし、日本は天井もやっぱりあるんで、野外だったり、野戦って、外だったらいいと思うんです。室内で使うならやっぱり、
構えて、ね、はい。じゃあちょっと先生、ナイフかなんか、はい、対戦する人間を相手を用意しますので、相手をね、じゃあちょっとナイフを相手いる場合、はい、じゃあお腹をついてもらっていいですか。そうすると、はい、これちょっとバッテンになりますので、はい、ここバッテンで、はい、ずらせるんですね、はい。ちょっと待ってください。どうした？全然大丈夫です。もうなんか大丈夫じゃないように見えたんだ。痛くないです。全然痛くないです。先生こうしてると多分こう来るのがバレるんで、はい、今やったのがこうしといてこう滑らすことによって挟めるんで、はい、手を使ってこっちでシールドして、はい、こっちにナイフ落としまして、はい、シールドしたままこれで、はい、つあとは逆にこうやって関節取ったの。普通2本だとこう行きづらい技も真ん中のこのロックがあるんで簡単に、はい、でもしこれで間に合わなくてここまで来てももう1個があるんで、うわっ引っ張ることによってシールドができるんで、こうやってると弱いんですけど結構強烈に、ね、強烈に痛いということです、はい、これはやばいですね。これはやばかったね。やばいっすね、うん、ちょっとナイフ持ってもらってさ、俺のお腹こう突き刺すつもりで来て分かっててやるのって怖いな。そうよね、いますよ、はい、明日これは持たんな。共感できてよかったですこれだからエンディングだわ。いやこれ、うん、1万円でこんな武器持てるすごいよね、うん、っていうかすぐに使える稲川先生がすごいわ。あと逆でもいいんですけど、はい、逆はやっぱちょっと俺アシャちゃんに行くにはちょっと気が引けて、はい、危ないってことアシャちゃんこれを、はい、出して、はい、ありがとうございます。分かった分かった。もう1個はこう、うわっ、うわっ、これでも逆でもいいのかなと思ってですね、体のようにここが武器になるんで、はい、シールドして、うわ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 これは嫌だ。先生そのままうわ今のさ一気に距離を稼ぎましたね。武器のようにプルと割れるじゃないですか、はい、じゃないです。これ突き出すと物って、うわー、ちょっとかっこいい。くんで少しこう燃え出せるという武器には。いやかっこいい。分かってはいるけど天才だね。もう武器の天才だから宇宙師匠。タクチャンネル。ちなみに先生あれですか。先生自体も三節棍って、はい、お持ちになってたんですか。出ましたね。練習はしてないんですけど、ありますよ、はい、見てみますか。見たいですね。あ、はい、じゃあちょっと持ってみます。はい、ちょっと楽しみだな。あ、そうです、先生。あ、先生前の先生ありましたよね。ありましたね、はい、いや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 、多分ちょっと待って、これ三節棍って一本だ。これだから一本のね、一節棍ただのあれじゃん、棒術じゃん。槍のような、この槍の練習の時とかもこれでやってたんだ。いやいや先生すいません、三節棍なんだ。あ、そうそうそう、三節棍ですよ。ちょっとこうですね。おおほほほほほ、1,2,3,4,5,6,7個だ。おおほほ、三節棍だ。こっちはね、鎖がもっと長いからもっと上に来てる。これやばいよ。だからこうすれば横のやつ、こっちのやつ、はい、前のやつ、後ろ、うわぁ、もうどこでもこう引っ張られるんで、うわぁ、すげぇ。これちなみに先生、片方をポンって外すと俺たち全員今、ね、全員今、もらってたよね、うん、届いちゃうからね。そう、届いちゃうから。それで、うん、やってもらう。これちょっと見たいな、自分で自分を。そうかね。そうかね。じゃあ先生、じゃあ先生最初こっちですね。はい、はい、こっちで、こうつくんですよ。これがこう入れ替わるんです、真ん中が、はい。そうするとまずすっと、そうするとまずすっと、
左右の突きと、そこから回して引っ掛けて落として、このウェーブを内側から回して。うわ、強だな。ファンタジー委員会。無理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 。発動しません。ね、今日はちょっとはっきり言わせてもらっていいですか、はい、ファンタジー取締人は発動しません、しませんということですか、ノンファンタジーです、はい、じゃあさ、先生のウェブスカートサンセスコンの威力みたいよね、もっと今これ実は背中尾先生、うん、バーンととどめさしましたよね、はい、これ当然頭ってことはありますか、ね、あ、もちろんやっぱり、ね、狙う場合、失神の気絶の時にはこれも打ちますし、はい、立ったままこれで打つ場合もありますし、粘着のように背中に一つ溜めて打つ場合もあります。先生、その威力をですね、はい、ちょっと検証したいなと。ああ、全然いいですよ、いいです。私、このものを買ってきました。スイカを。おお、スイカですか。夏といえば、夏のスイカ割りということで、三節根割りなんかをね、はい、先生に。これはちなみに先生のところの三節根で強いから、はい、今日買ったアマゾンで買った、あれでやりましょう。はい、やりましょう。はい、じゃあちょっと準備してみましょう。はい、はい。チャンネル。はい、ということで準備が整いました。スイカ。これが、先ほど倒れたアビスウォーカーの頭と、イメージして、これから繰り広げられる惨劇をご覧になってください。先生、はい、準備が整いました。はい、ありがとうございます。あ、本当だ。バッチリ整ってます。夏といえばスイカということで、先生の三節根割りを見せていきたい。ちょうどこの位置ということは、少しバーンと技かけて沈んでいるとですね。そうですね。アビスが。さっき言ったんですけど、頭の位置がふっと沈んでるということで、はい、見せていただけますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、はい、うわー、もう真っ二つな体型。はい、どうもしよう。綺麗に切らさせていただきましょう。ちょっとここがしくりましたが、ここはちょっと綺麗に切れたんで、その辺は見てる方はちょっと怖い。ちょっと全部切りたかったんですけれども、いやーベースの中がもう本当スイカの香ばしい匂いが、いい匂い、ね、なんか夏のスイカ割りっていう、はい、美味しく、自分もじゃあちょっといただきます。夏なので、あ、美味しい。はい、美味しくいただいております。うん、いやいやいや、たくちゃん、うん、ちょっと見てよ。マップダズだったね。マップダズだったね。こんなにマップダズに割れるんですか。でも多分もうちょっとこう入ったんだと思うんですよね、はい、こっちからこう入ればもうちょっとこうここが割れずに綺麗にいったと思うんですけど、こっちからちょっと力込めすぎたんでこう入ってしまったんで、半分は切れて半分切れなかったんでちょっと精進します。いやでもサンスコンって最強の武器だね。近接でも使えるし、ちょっとロングレンジでもこういけると思うんで。じゃあ先生、はい、Amazon に売られているこの三節根は使えるということですか。使えます。ステンレスでやっぱりサビもないです調子すごいいいと思います。いやー、ということでタクちゃんね、うん、視聴者さんもびっくりしたと思いますけれども、はい、スイカがね、皆さん想像してください。はい、だったら怖いですよね。そうですね、はい、でまあ夏の終わりにね、はい、皆さんもね、はい、スイカ割りが見れたという、はい、はい、ありがとうございました。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。はい、はい、このスイカ、はい、美味しく食べるので、はい、皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしま す。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ウィーバー。